こんにちは、トーマです。来ました、サンリオキャラの出現率アップ。皆さんお待ちかね。いやもう最初から来いよという話なんだけども、今回はねマネー見たらわかると思うんだけども、サブアカウントで引いていきます。いつもねメインアカウントで10連して、サブアカで10連して、メインアカウントでいいのが出てサブアカでいいのが出ないみたいなね、そんなオチになるんで、今回はサブアカをね最初に引けばいいのが出るんじゃないかということで、まあでもね正直まあマイメロディ SS 出ればハローキティ倒せるから、まあこれは欲しいけど、あとはまあ微妙だけども一応手に入れとこうということで、パス系も OK ですね、ラス節以外は OK ということで10連していきましょう。ワンチャンあるでしょう、2、3回金来てほしいな。頼むで頼むで。ほらやっぱりさ最初に弾くといいんじゃないのこれ。いきなり来てマイメロディー来い。おーこれはいい、これは確率アップと関係ないけども、エジソンなんて全然持ってないから、来とるよ。よかったサブアカ先に引いといて。まあ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 、まあ、オッケーオッケーオッケー。ミミね、ハクハク。いやもうエジソン出ただけでね、まあ仲間になるかわかんないけどもね、このアカウントは本当に仲間にならないからね。今3連敗中だからね。ああそうか、ちょっと惜しいな。いやーでもハローキティあいつを倒すにはな、サブアカだとマイメロを手に入れる以外は方法がないな。よしよしよし、今度はサンリオキャラじゃないの、さすがにさすがに来いよ。惜しい惜しいけど、こいつは結構使えるからね、使えるランキング2位だから、まあ、いつかねキラコマゲットした時の攻撃力アップとしていけるでしょう。いいよいいよ、これでマイメロ来たらもう大勝利だわ。だよねー。まだまあニューだから、これ B とか A はアップしてないよね、さすがに。え、これさ、コラボガチャからのサンリオキャラの出現率がアップってさ、これ S 以外もアップしてるなんてことないよね。大丈夫、ここに載ってないから大丈夫か、これ S 以外もアップしてたらえっていう感じだけど。あともうちょい、4連かな、あと。あ、待って、でもエジソンの餌残しとかなきゃいけないじゃん。おー、あでもなんか気持ちあれだね、サンリオキャラ出やすい気がするね、 A ランクとかも上がってんのかな。あと3回、ちょ、マイメロワンチャンないかな。来てる来てる、3回目だよ、金頼む。ピンクのピンクのピン、ええ、ちょ待って、これは来たでしょ、さすがに。エジソンもろたわ、え、もろたわ、まさかのエジソンの電気2枚、これは神引きでしょ逆に。すごくない、ちょっとあんだけパスがある中でエジソンを2枚引くという奇跡。ラスト、これでマイメロ引ければ100点。まだわかんない、こっから金がある、金がある、ないない。いやでも OK でしょ逆に、これはちょっと予想外だったわ、マジ来たんだが。エジソンって餌あるかな、ちょ待って待って、あ待って、俺まだイケメン犬作ってねえよ、さすがに。くー、はい、ってことでナツキ2体入れていきましょう。これ餌あんのかな、いや2枚あったらいけんじゃないの、これマジで2つとも落ちなかったら5連敗よ。さあ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 、もういらないよ、もうね飯馬はいらないよ。1個か、1個か、どうしよう、1個でいこう、頼むぜ。バーガーバーガーあげて、
攻撃161ね、まあ、負けるってことはないでしょう。多分一応こいつの方が夏気度は高いと思うんで、こいつを中心にイケメン犬作んなきゃダメだな、まあ、作れるんだけどね。もうあーでも HP 低いな。コンティニューするマネーないな。そういえばやばいやばいやばい、今思い出したわ。300ぐらいしかなかった。 OK、 これで3発、あとプリンを一発撃てば両方3発撃った。やり残したことはない。よし、頼むよ、頼むで。これ一発落ちればマジでモロタやで。からの、もうなんで、ちょ待って、また神経験値玉なんだが、嘘でしょ。あのなんだっけ、誰だっけ、あブルジョアジーか、ブルジョアジーパス3枚ゲットして全部神経験値玉でさ、また、ちょ待って、これ餌ないからさあこれでいけるかな。あ、480じゃん、買えるわ。なんかミッションでちょっとマネー増えたし、ちょマジで頼むわ。じゃあ行くか、2戦目。ちょマジで頼むよ、本当にさ、もうお賽銭の100すらちょっと惜しいから行かないけども、マジ頼むよ本当に。なんでこのさサブアカこんなに落ちないの、どうした。だって今の完璧だったよ、3発3発撃ってさ、やり残したことはなかったのに。よし頼むよマジで、マジでもうあんま気合い入れないわ。まあ落ちるでしょうっていう感じで。いや嘘だろ、いや嘘だよこれ、なんで、え俺こんなに落ちなかったことメインアカでないんだけど。やっぱりあれなの、やメインアカはさいつもイケメン犬スキルマーとか入れてるから、やっぱり夏木って関係あるの。ちょ5連敗なんだが。はい、ってことで、いやこれはマジないでしょ。何、俺はサブアカはもうやるなって言われてんのかこれは。いやもうそのぐらい本当にひどいわさすがに。いやほんとこれはないよ。メイン赤引く？ちょあんまマネーないんだけどな。でもマイメロ出なかったしな。引いとくか、じゃあちょっとだけ。こっちも10連いこっか。果たしてね、どっちがね、引きが良かったのかというのを見てみましょう。でも結構 S 出たよね。まあこれでサクッとマイメロが出たら、あれなんだけど。はい、おっと2連敗。 あんま出ないこっち。4回目、あれ5回目、んマジ、あー来た。さあ5回目、6回目、え何なんでこんなエジソンの電気ばっか出んの。え、これ3個目だよ、サブアカと合わせたら。7回目かな。いや、金来ないね、こっち。全然来ない。マイメロはそれなりにかかるかもね。そんな、10連とかでポッとは出てくれないっぽいね。あ、全然関係ない。全然関係ないけど。マイメロ持ってない人は SS がアップした方がね、嬉しかったし、マイメロだけアップとかが一番良かったと思うけど。ラスト、
あーこっちは微妙だったね。むしろサブアカの方が神引きだったわ。はい、ってことで今回はサンリオキャラがアップしてるということで、サブアカ10連、メインアカ10連していきましたがね、サブアカは結構神引きだった。エジソンの電気2枚奇跡的にね出たけど落ちないというちょっとね意味のわからないことが起きましたが、まあ、目玉はマイメロなんでね、マイメロはどうなんだろう、20万30万回したら出んのかな、わかんないけど、まあチャンスなのは間違いないんで、ぜひ頑張ってみてください。またコメント欄でね報告待ってます。はい、ってことでよろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ。